Vou te contar. Os olhos já não podem ver.新婦の美香さんよりお手紙をお預かりしております。今日はお手紙を皆様に代読する形でお二人の出会いのいきさつをお聞きいただきたいと思います。初めて二人が出会ったのは私の職場にまさしくんが実習で来た時です。その時は私の第一印象は顔色を伺って話をした方が良い人だなぁと思ったそうです。私にたくさん怒られた記憶があるらしく、よく怒っていたことしか覚えていないそうです。失礼な話ですよね。全くお互いを意識していなかったんですが、いつの間にかドライブや買い物など2人で出かけることが増え、いやいや流されたこともありましたが付き合うようになり、1年と3ヶ月の交際期間を経て、順番は違いましたが今回結婚という縁を結ぶに至りました。このように美香さんからお二人の出会いについてご紹介いただきました。お二人それぞれのことは本日ご列席いただきました皆様ウェディングケーキ入刀です。おめでとうございます。お二人そのままでカメラの方をお見ください。本日はお二人それぞれケーキを食べさせていただきますが、まずは新郎から新婦にケーキを食べさせていただきたいと思います。まさしさん、このケーキの上のフルーツは果物の意味もあるそうですよ。
ぜひこれからのね幸せな家庭生活を願いながら、フルーツのところをよかったらどうぞ皆さんに食べさせてあげてください。あまり大きいとねお口に入りにくいですので、それでは掛け声とともに参りましょう。せーの、あーどうぞお召し上がりください。おめでとうございます。新郎から新婦への一言は、これから君にお腹を空かせることはないよという意味があるそうです。ぜひ一家の大黒柱として頑張ってください。さあ続いては美香さん、お願いします。美香さん、ケーキの大きさは愛情の大きさなんていう話もありますので、美香さんのこれまでのたくさんの思いをケーキの大きさに変えて届けていただけますでしょうか。それではどうぞケーキを作ってください。お願いします。かなりためらっていらっしゃいますが、はい、それではまさきさんは甘いものはお好きですか。はい、甘いものは好きですか。じゃあ一口で大丈夫ですか。いいですか。せーの、あー、はーい、ではケーキをねお互いに食べさせていただきました。さあこれから2人が夫婦として長い道歩んでいかれます。その最初の人たち分かち合っていただきました。ウェディングケーキ入刀のセレモニーでございました。ありがとうございます。本日お飲み物に関してはドリンクメニューを各テーブルにご用意いたしております。どうぞ乾杯の後、皆様お好きなお飲み物をスタッフまでお申し付けくださいませ。本日はお祝いの宴でございます。どうぞ心ゆくまでお料理お飲み物をお楽しみください。では乾杯の準備はお済みでしょうか。よろしいですか。本日は乾杯のご発声を新郎正志さんのおじさまでいらっしゃいます津山真嗣様にお願いさせていただきます。どうぞ前の方に お進みくださいませ。どうぞご自身のグラスをお持ちいただきましてお進みください。これより乾杯へと移らせていただきます。ご列席の皆様方、どうぞご起立いただきましてご自身のグラスをお持ちくださいませ。それでは佐々木君、美香さん、結婚おめでとうございます。これから2人手を取り合って素晴らしい家庭を築いてください。それでは2人の輝かしい未来を祝って乾杯。おめでとうございます。津山真嗣様、声高らかのご発声誠にありがとうございました。それではどうぞこれよりは歓談でございます。お祝いのお料理お飲み物存分にお楽しみくださいませ。そして皆様の耳元には本日は素敵な生演奏を届けております。どうぞごゆっくりお楽しみください。
パパ
よろしくお迎えください。さあ、トレーブリのお時間は装いも新たなお二人を囲みまして、どうぞ皆様さらに和やかにお過ごしください。いらっしゃらないじゃないですか、お母さん。あ、いらっしゃったよ。こういう歌を歌おうかなと思ったら、その人はあんまり好きじゃないとか言われましたし、ね、で、いろいろ悩みまして、この曲にしようと思ったところ、今日の、式次第で書いてある。中島美雪さんが。コンセント抜けませんでした。コンセント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 。音響がないと歌えないんです、そのお母様が選ばれた言葉の、詩と同じ、たまたま本当偶然に今日、同じ曲を歌うことになりました、この歌は僕今日初めて歌うんですが、心を込めて歌いたい。ではお二人やるとしてなぜ巡り花の顔を私たちは何を知らない、いつ巡りあの顔を私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの。
遠い空の下、二つの物語、縦の糸は優しさ、横の糸は美化さ、織り出すのはいつか誰かを温めるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷う夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな人が何になるの、心もとなくて震えて皆さん、素敵なお写真をお納めいただきましたでしょうか。それでは
では今日頑張ってくれましたちみろくん、ゆうりちゃんに皆さんから大きなねぎらいの拍手をお願いします。ちみろくん、ゆうりちゃん、ありがとうございました。お礼のお気持ちをお伝えしたいという、そんな1年でこの会を開かれました。お二人が誰よりもありがとうの気持ちを伝えたい相手、それは今お二人のお近くにいらっしゃいます、お父様お母様ではないでしょうか。それでは本日お二人にそれぞれの思いを伝えていただきます。